ということで今回コメントをいただいた3日後にギゴ行ってみましたいつもならは怖何それ本当怖いんだということでちょっとももひこさんがアフレコやってみたいっていうのでちょっとやってみてもらったんですけど結構笑い上手なとこがあるので一人で喋って一人で笑い出すっていうのがちょっと面白かったんでそのまま使わせてもらいました。でここからは私の方で、攻略の方を説明していくんですけど、とりあえず攻略とは言っても初めてちょっとこの橋渡しギーゴでやるので、あまり特別なことはないんですけどとりあえず縦はめを、進めています。でこのワーコルの橋渡しは基本的には多分縦はめで進めるというところなんですけど、他のバーの位置によっては横にしたり奥に乗せたりとか、そういったことができるんじゃないかなという感じはあるんですがちょっと OSB の位置は少し遠めになっていておそらくあの辺に乗るような頃にはもう橋の間通るぐらいの位置にある気がします。とりあえず、一番大事なのは多分アーム操作ミスらないことだと思うんですよね。いつもの橋渡しに比べて、バーの位置がランダムというかちょっとまず違うところに、4段ぐらいであるので、狙う位置が難しいと思うんですよね。だからそこをどれだけミスらないかというところが大事になってくるかなと思います。でかなりパワーが入っていて、どんどん動くような橋渡しになっていたのでこんな感じで1個目は簡単に落とすことができました。続いてはアソートの C になります。もちろんレアアソートは登場日の翌日とかに行ったので、枯れていたんですが、とりあえず他の4種類に関してはありました。で冒頭のモブヒコさんの説明では何を言っているか分かんなかったと思うんですけど一応コメントをいただいていて、その翌日に行ったらちょうど橋渡しで展開されていました。かなり偶然だったんですけどいつもならギーゴお得意のリング山積み設定なんですけど、今回に関してはなぜか橋渡しでの展開だったので、すごい偶然だなと思ったんですよね。で初めて、結構橋幅も狭く見えるので、挑戦するのもちょっと勇気がいるようなものなんですけど、100円でやっぱりクレサ付きなので、かなりお得な店舗だなというところではあると思います。でしかも爪の角度は悪いんですけどパワーは入っているので、ここも同じように縦はめを狙っていっています。というか縦はめ以外に何かできることあるのかなという感じではあります。で縦はめ継続していくんですけど、なるべく寄せは甘めにした方がいいかなというのはあるんですがちょっと奥を回してしまったことによって向きが90度変わってしまいました。でなんかそうすると箱の縁がこっちの向きだと手前に来ていて、その分ちょっと落としにくくなっているような感じはしました。だからなるべく回さないで、表面もしくは裏面側が向いているような形で落とした方がいいんじゃないかなと思います。で少し、手前はもうちょっとで落ちるかなというところなので背面を少し撫でてと思ってたんですけどでもやっぱり爪の角度が悪いというところもあって、これ箱が立ってしまうと背面を撫でてもちょっと落とせそうもないと思ったので手前を狙っていたら、斜めの形になったのでじゃあ OSB の方少し届きそうなので手前を持ち上げて奥乗せとかできるのかなと思ったんですけどちょっと爪の角度がやっぱりまっすぐなので手前側を持ち上げようとしても、持ち上げることができないというところで奥乗せはできそうもありませんでした。でそうやっているうちに左から右に倒すような形になってしまってさらに横になってしまったのでこれまたもっと絶望的な形ですかね。で右手前の角ですかがバーよりこっちに出てきていればその爪の角度が悪くても、パワーに任せて左に起こすことはできそうだったんですけど、ちょっと狙ってはいるんですがやっぱり角が出てないので、これ以上動かすのは無理そうでした。なので右手前の隙間にギリギリで入れていって、アームの、肘部分ですねで動かせたらなと思って狙ったりしてるんですがこれもやっぱり効果がなかったのでもうちょっと早めに初期位置に戻せばよかったかなと思いました。で、ここでもう無理だったので、ちょっと初期位置に戻してもらおうかなと思って店員さんに声をかけたんですけど、
なんとナイスアシストをいただいてしまったので、ちょっとこれはあのそのままお言葉に甘えて、ゲットさせていただきました。続いてアソートの B になります。でちょっと画角がいつもはもっと上の方から撮ってるんですけど、今回ちょっと低くて申し訳ありません。上の方から撮るとどこから撮っても顔が映ってしまって、ちょっとそこが、モザイク処理後で大変になるのが気になったので、ちょっと画角いろいろ変えながらやってました。で、あと食器位置に関してなんですけど、もともとは5個並べて置いてあったんですけど、店員さんが何も言ってないんですが、最初から1個にしますかということを提案してきてくださったので、とりあえずそれならじゃあ1個で置いてもらおうというところで、こんな感じで1個置きにしてもらってます。あと奥でも手前でもどっちでもいいですよということまで言われたので、とりあえず奥と手前両方2個ずつ試していたんですけど、3つ目はこんなすぐ簡単に落としてってしまいました。なので多分手前側の方がほんの1ミリ2ミリかもしれないんですけど、少し端幅が広かったんじゃないかなという気がしました。結局人の手で設定をするので、多少の誤差があるのかなと思うので、そこが目視でわかるならいいですけど、奥で例えば落としにくかったら手前に置いてみてもらうとか、選択肢があるんであればいろいろ試してみた方がいいのかなと思います。もしそれで手前の方が落としやすいというのが分かった場合は、複数取りたい場合はですね、別の日にもう一度来てみて、で置く場所を変えてもらったりやってみたりするということができるのでいいんじゃないかなと思います。で手前側に来ると、真ん中滑り止めの、全部ついてるバーのところに乗ってくるので、何がしか奥に滑らせるとかそういったことはできないとは思うんですけど、そもそもこの台そういったことはできそうもない台だったので、あまり関係ないのかなと思います。で横になってしまったらそのまま横にしていくのではなく、今回は縦にするっていうのを選択しているんですけど、横にしていって、手前コグがですかね、はまれば、すくい上げてそのまま端の間に落とすとか、そういったことももしかしたらできるかなと思いました。なのでそういったところは、またいつかその橋渡しでこういう、これ展開があればやってみようかなと思っています。とにかくでも重要なのはバー停止とか、狙ったところにアームを下ろすっていうのが大事かなと思うので、とにかく、アーム操作をミスらないこと、それが一番重要だなと思いました。結構今回重心とかも何も考えず適当に、動かしているんですけど、それでもなんとかそれなりの額で、取れたので、良かったんじゃないかなと思いました。初挑戦にしては上出来というところで、最後は甘く左寄せをして落とすことができました。